アダム・ブラウンはアメリカの起業家、作家、慈善家です。彼はホワークによるウェグロの CEO であり、学校を建設し、発展途上国の子供たちの教育へのアクセスを増やす活動を行う非営利組織であるペンシルス・オブ・プロミスの創設者です。彼は2018年5月に、 ホワークが買収した無借金の高等教育プログラムであるミッションの CEO 兼共同創設者でした。彼はまた、法プロセ目的のためアプローチの作成者でもあり、ニューヨークタイムズのベストセラーである書籍、鉛筆の約束、普通の人が異例の変化を生み出す方法を執筆しています。ブラウンは宗教的な保守的なユダヤ人の家族にニューヨーク市で生まれ、彼の兄、 スコット、リザ、サム、コーネリオと共に、コネチカット州グリニッチで育ちました。ブラウンは、ブラウン大学に通い、ブラウンベアーズにて、大学のバスケットボールチームでプレーし、経済学、社会学、公共及び民間部門の組織学で学士号を取得し、優等で卒業しました。ブラウンは、セメスターアット C プログラムを通じて海外に行き、勉強しながら、 また卒業後に50カ国以上を旅して世界を見て回りました。ブラウンの話によれば様々な国を訪問している際に彼は地元の子供たちに世界で最も欲しいものを訪ねて回り、インドでは路上で物声をしている少年が彼に鉛筆が欲しいと話しました。ブラウンは自分の鉛筆を彼に与えたと述べ、この事柄が彼のインスピレーションとなり、ついに彼自身の組織、 ペンシルズ・オブ・プロミス、鉛筆の約束を創設することにつながったと述べています。ブラウンはホワイトハウス、国連、クリントングローバル・イニシアチブで講演を行っています。ブラウンは2007年から2010年までベインカンパニーで働いていました。ブラウンは2008年10月に25歳で自己資金25ドルでペンシルズ・オブ・プロミス、ペンシル・オブ・プロミスを設立し、代わりに 草の根イベントやソーシャルメディアを通じた他の人々からの資金調達に注力しました。ペンシルズ・オブ・プロミスは4年以内に100を超える学校を設立しました。2018年の時点で組織は500を超える学校を設立し発展途上国全体で7万人以上の子どもたちに奉仕しています。ブラウンのスピーチとライティングは目的のためのアプローチの採用を頻繁に 提唱しており、組織や企業の成功を支援するフレームワークとして確立しました。彼はまた、営利目的という言葉を作り出した。どちらの言葉も、Google z イトガイス i s ンファレンスの基調講演で発表されました。ザプロミスオブエーペンシ a 鉛筆の約束、普通の人が並外れた変化を生み出す方法は、2014年3月18日に、 サイモンシュストの出版社であるスクリブナーによってリリースされた後ニューヨークタイムズのベストセラーリストの2位としてデビューしました。物語主導の回想録は30の短い章に分かれておりそれぞれにマントラのタイトルが付けられています。これは成功と重要な人生へのガイドステップを集合的に提供することを目的としています。リリースから5日以内に アマゾンで売り切れた後、この書籍はアマゾン1位のベストセラーになり、リンクトインで20冊ごとに5冊の本を読む必要があるの一つとしてリストされました。2014年7月、コーポレートアメリカが読んでいるもので、国内で最も売れた本として認められました。ありがとうございます。